お疲れ様です。ラフチャンネルの有馬です。今日の動画はですね、こちら、この特大ブラケでね、今飼育している枝葉、この葉、ヤモリの、初給餌ですね。お迎えしてから初めて餌を与えるわけなんですけれども、初めて飼育する種類の初給餌って結構ね、難しくて、どういう風に与えたら食べてくれるのかとか、何だったら食べるけど何だったら食べないのかとか、その辺のね、試行錯誤を結構やりながらですね、チャレンジしなくてはならないということで、結構難しい印象。まあ、レオパとか西アフとかね、定番の種類に関してはやっぱりその、何をあげたら食べるっていうのも明確に分かってるので、問題ないんですけど、こういうワイルドの生き物ですね。野生から捕獲して連れてこられた生き物たちっていうのは、人の手によって飼育されてきているわけじゃないので、どうやったらちゃんと餌をね、問題なく食べてくれるのか、みたいなところをね、探らなきゃいけないということで、ちょっとそこが心配のポイントではあるんですけれども、今日はこちらの子、もう夜遅い時間ですけど、早速ね、与えていきたいと思います。はい、じゃあ今からね、枝葉ヘラオヤモリに餌をあげていきたいと思います。今回ね、初給餌なんでちゃんと食べてくれるか心配なんですけど、もうバラ巻きがいいのか餌皿に入れて渡した方がいいのかどうしようかなと思ってて、まあ、与えるサイズはこのぐらいのサイズ、S サイズぐらいかなのヨーロッパイエコロギを、まあ、このぐらいの量今から与えていると思います。で、一応ね、上から飛び降りて食べるっていうらしいので、なんかあんまり餌皿に入れて、餌皿に突っ込んで鼻先とか怪我しても困ると思ったので、もう今日はばらまこうかな、そのまま。ほい、ばらまきました。食べるかな？どうでしょう、もう電気ついてるからどうかな、食べるかわかんないけど、ここに1匹下向いてぶら下がってますね。でよいしょ、奥に1匹ですね。餌どころじゃねえか、見てはいるけどね。あ、キョロキョロしてる。こいつは行きそうだよ。結構この子は食べそうですね。キョロキョロしてる。おっ、スピードが速いかな、イエゴの。やっぱこうやってばらまいてみたけど、イエゴの歩くスピードが速くて捕食できないんだったら近いぞ。お、どんくらいの勢いで飛び込むかがわからないんだよな、初めてだから。お、狙ってる狙ってる狙ってるけど、感じのところに来ないね。ほんと完全にこれ待ち伏せ型ですね。超待ち伏せ型。来ないな。いや、やっぱばらまいたら失敗だったかこれ。とりあえずばらまく作戦は失敗だったかな。一箇所に集中させといて、食べやすいようにもうその皿の前に集まれば、ああ餌が取れるというふうに覚えさせて飼育した方がいいかもしれないですね、この感じだと。まあ、ほっとけばきっと食べるんでしょうけど、ちょっと効率が悪そう、この子たちの捕食に対する効率が。ああ、こんなところでね、いるから、こんなとこに、こんな高いところにいるからさ、あ、もっと下行けばいいね。ね、こんな高いところにいるから、そっからじゃちょっと届かないよね。上に来ないと餌が厳しいよね。ちょっと難しいね。まあ、きっとゆくゆくは食べるんでしょうけどね。あ、いいじゃんいいじゃん、いいとこ来たよ。え、いいとこ来たよ。ペロペロペロしてるけど、あなたペロペロしてるけど、ペロペロしてる場合じゃないのよ。お腹空いてペロペロしてるのかな。ペロペロしてるけどさ、昼間もじーっと同じ場所から動かないでじーっとしてることが多いし、こいつもペロペロしてる。夜はね、活発にうろうろしてるみたいなんですけど、夜行性なんでね。俺はもう食わねえな。ね、本当にもう枝についてたらわからない、ね、パッと見そこにいるということがあらかじめ分かってないともわからないですね。
もう毎朝毎晩霧吹きをしっかりしてね、水を飲ませてます。君もね、そんなところからはちょっと、そんなところからダイブするのはちょっと結構遠くないかい？結構遠くないかい？こんだけ距離あるよ。見てるけどさ、ちょっとね、思ったんだけど、いや待てよと、もしかして普通にピンセットから食うんじゃない？あ、食ったわ、普通にピンセットから食ったわ。何よ、ビビってバラ巻き式なんか、普通にピンセットから食ったわ。ワイルドなのに。ピンセットから食うなら話は早い。もう潰して体液出さないと食わないのかな。お、ちょっと待って、今こいつ捕食した、捕食したぞ。ほらほらほら、すごいすごい、ちゃんと食ってんじゃん。しっかりうまいね、捕まえるの。なんかてっきり下にズドン落ちて床材ごとバクーいっちゃうのかと思ってたけど、ちゃんと綺麗にコオロギだけを捉えている。素晴らしい。バラ巻きでもちゃんと食べるし、さっきみたいにピンセットからね、まあ、これ高いところにいるのはね、なかなか食べれないでしょうから。お、コオロギたちが上がってきている。コオロギたちが上がってきている。お、いけ、それ、あ、いけ。あ、結構とろいね。これ。お、食って食って食って。ピンセットから食べるやんかい。まあ、ちょっと夜行性なんで、部屋の電気あんまり明るくせずにね。餌を与えてるのでちょっと画質が多分ね悪いと思います。見えづらくて申し訳ない。ちょっとそこは生態ファーストでご了承いただければ。普通に食ったね。ピンセットから食べるんやったらもう毎回ピンセットから与えて、残りの余った子はばらまくみたいな感じでしょうかな。むずいぞちょっとこれ、この撮影は。ほい、おお、ピンセットから食べたね。映ってんの？完全に iPhone をケースの中に落としてます。食べてるね、いい感じ。食べるスピードはそんな速くないです。いいじゃん。食ってる食ってる。最高。ああ、これで枝葉ヘラオヤモリ安心だな。餌ちゃんと食べることが分かれば、しかもそれでピンセットからも食べるし、バラ巻きでも食べるし、もう安心っすね、本当に。マジで大変。食べな。さすがにレオバみたいに口元持ってって無理やり押し付けても食べやしないか。何匹くらい食べるかまだ分かってないからね。はい、てな感じでね、ちょっとね、初めての給餌、初給餌なんでいろいろ試行錯誤がありますが、無事、まあ、この2匹のね、枝葉ヘラオヤモリはバラ巻きでも食べるし、ピンセットからも、まあ、何匹かは食べるしということで、まあ、問題なくね、餌を食べてくれましたので、まあ、気温と湿度、通気性さえ外さなければしっかりね、長生きしてくれるんじゃないのかなと思いますね。状態もね非常に良いので、そんなね大きな心配はいらないかなって気がしてます。ということで本日の動画はまあちょっといろいろね考えながらね、ああだこうだ言いながらやりましたので、まあスムーズな動画ではなかったかもしれないですけど、まあ初めてね、の種類の生き物を飼う時の初めての餌やりっていうのはこんなもんだというふうにね、まあ、思ってもらえたらなと思います。ということで本日の動画はこの辺にしておきたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。